どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、ヒルトンホテルの規約変更と、またね、ヒルトンの新しいキャンペーンがですね、開始になりましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、喉の調子が良くなくて、聞きづらい点がね、ちょっとあるかと思うんですけども、ここはね、ちょっとご了承いただいて、お付き合いいただければなぁと。 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ちょっと前にですね、こちらのスパークバイヒルトンっていうホテルブランドが開始になりましたよね。もうちょっと、もう話したらもう半年以上前だと思うんですけども、まあこちらのホテルはですね、今回、規約変更ということで、このスパークバイヒルトンっていうのも、まあちょっと前にね、H3 プロジェクトっていうね、話をあのヒルトンホテルね、私の動画で話させていただいたと思うんですけども、まあそれと同じようなね、どちらかというと長期滞在型のね、まあホテルなわけなんです このスパークバイヒルトンっていうのも今回ねこちらが規約に追加になりましたということで規、えー、約に、ね、追加になった部分はねちょうどこちらっていう風になりましてまあ内容といたしましてはですねこちらねちょっと Google 翻訳のねやつなんでちょっとちゃんとなってない部分もあるかと思うんですけどもこのスパークバイヒルトンっていうのはラグジュアリーとかねあの高級ホテル系のブランドではございませんのでまあ今回ね、えー、記載されたのはアップグレード特典っていうのはゴールドダイヤモンドでありますよねまあこれでですね え、対象外が明記されたって言った形になります。ですので、このスパークバイヒルトンホテルでは、基本的にね、アップグレードは、ゴールドダイヤモンドステータスであっても、利用することができないって言った形になります。で、このね、ヒルトンの規約で、アップグレードね、あの、対象にはなってないホテルブランドっていうのは、 まあ、あるわけなんですけども、今回ね、スパークバイ・ヒルトンが追加になりまして、まあ、それ以外にもですね、エンバシー・スイーツ、ヒルトン・ガーデイン、ハンプト・イン、トゥルー・バイ・ヒルトン、スパーク・バイ・ヒルトン、これが今回追加になったやつですね。で、それ以外にも、ホームツ・ースイート、ホームツ・ースイート・バイ・ヒルトン、ヒルトン・バグランド・バケーションズ・クラブ、モットー・バイ・ヒルトン、グランド・ワイエラ、ナブ・ア・タワー、ローマ・カバリー・ エリーのインベリアルフロア、ウォールド・オフ・アストリア、マルフィス・イタシ、イタフシ、コンラット・モルディブ、ヒルト・モルディブということで、ここのホテルに関しては、ゴールド・ダイヤモンドステータスのアップグレードはね、対象外っていう風になるんですよね。こちらね、一応記載はされてるんですけども、まあゼロでは一応ないんですよね。というのも、 ま、昨年ね、2022年にヒルトンダイヤモンド修行でハワイでね、えー、エンバシースイーツ泊まりましたけれども、そこでね、実際私ね、アップグレードしていただいたりもしておりますので、一応ね、あの、規約上は、まあ、ホテル側にね、義務がないっていう意味合いになりますので、まあ100、100%ゼロではないっていう感じですね。もしかしたらね、アップグレードされるかもみたいなね、まあ、一応期待はね、まあ、ゼロではないっていうふうになりますんで、一応ね、こういった感じでね、覚えておいていただければなと思います。まあ、今回の規約変更に関しては、この記載にですね、 スパークバイヒルドンが追加になったっていう感じですかね。はい。まあ、こういった感じでね、今回、規約変更はね、発表されたわけなんですけども、まあ、今回の規約変更でですね、今現在ですね、ゴールド以上のね、朝食特典、アメリカ国内ね、ゴールド、ダイヤモンドでも、あの、ホテルクレジュってに切り替わっておりまして、まあ、その点がね、ちょっともしかしたら、 今回ね、発表で一緒にあるかな、なんていうふうに思ってたんですけども、結局ね、ありませんでした。ということで、まあ、私の予想だとですね、2023年も延長、2024年も延長みたいな感じで、今後もね、これが続いていくのではないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、ひとまずね、今、アメリカ国内でね、この対応が始まっておりますけども、まあ、懸念しているのはね、これが拡大するかどうかっていう話なところですので、まあ、今のところはね、拡大するっていう話はなさそうですので、一安心であるわけなんですけど、 けども、まあ、外資系のホテルなななんんででででねねねいいいいつぶっっくるかかちょっととわらら部分がありますんで、またありりまままますすすたたたし動画、ね、解説入れたいなと思いますそれでは次にですね、ヒルトンホテルのですね、新しいキャンペーンが発表がありました。で、今回ね、発表されたキャンペーンはですね、2023年の9月の6日から開始っていう風になりますんで、今ね、やっておりますよね、こちらのキャンペーン。こちらとは別の新しいキャンペーンっていう風になりますんで、ここはね、注意してください。まだね、このキャンペーンは始まって、 おりません。で、新しいキャンペーンなんですけども、今回のキャンペーンはポイント2倍のね、キャンペーンっていう風になっておりまして、またね、対象のホテルではポイント3倍がね、もらえるキャンペーンっていう風になります。で、こちらね、詳細なんですけども、まずね、えー、期間が2023年の9月の6日から2023年12月31日までっていう風になります。こちらエントリー必須っていう風になりますんで、今もね、エントリー開始ね、なっておりますんで、概要欄に公式セット載せておきますので、ぜひね、エントリー忘れずにね、 しといてください。で、得点がですね、1滞在で全てのホテルでポイント2倍。対象のホテルで利用していただくと、1滞在につき、 ポイント3倍がね、獲得することができます。で、えー、獲得の上限ポイントなんですけども、こっちら上限なしっていた形になっておりまして、えー、ポイント付与は滞在完了後、えー、6週間から8週間以内にね、付与されるって言った形になります。で、このね、ポイント付与に関してなんですけども、まあ一応6週間から8週間以内って記載ありますけどもね、まあ基本的にすぐね、結構付与されるイメージですので、一応6週間から8週間以内でね、えー、覚えておいていただければなと思います。またね、今回のキャンペーンは 2023 12 31年の12月31日チェックアウト分までがね有効っていう風になっておりますんで既存予約もエントリーさえしていただいてこの12月31日までにねチェックアウトしていただければですねこちら対象っていう風になりますんでエントリーだけね確実にしといてください逆にねエントリーしていただいてもですね2024年の1月1日以降ですねこちらチェックアウトした分に関しては対象にならないっていう風になりますんでまあ注意していただきたいのは 年末から年始にかけての、ね、投資の予約の場合、チェックアウトがですね2024年になってしまうと思うんですけども、まあ、こちらに関してはですね対象に入ってこないっていうふうになりますので、まあ、これを防ぐためにはですねホテルを変えていただかなきゃいけないっていうふうになりますので、まあ、おそらくねあの,ドイツのホテルでチェックアウトとチェックイン作業しても、ね、ドイツの滞在に満たされ、あの見なされてしまいますので、まあ、これはねあのホテルを変えていただくしかないんですけども、まあ、ここまでやる必要もね、まあ、ちょっと微妙な ラインでですので、まあ、一応ね年末から年始の、ね、予約に関しては、まあ、注意、ね、しておいて頂いければなと思います。でこのねヒルトのキャンペーンのこの「1滞在」っていう定義なんですけども「1滞在」っていうのはチェックインからチェックアウトまでが「1滞在」っていうふうになります。でですので 5連泊しても10連泊しても同じホテルに滞在した場合は1滞在っていう風に見なされますんでこの点はね注意してくださいですので A ホテルで1泊 B ホテルで1泊だと2滞在なんですけども1ホテルで5連泊しても1滞在ですし10泊 連泊していただいてもね、えー、一滞在っていうふうになりますし、その間にね、チェックイン、チェックアウトとかね、手続きをして同じホテルに宿泊しても、それもね、一滞在っていうふうに満たす、あの、見なされますんでね、この点はね、注意してください。で、今回のホテル、で、今回のキャンペーンですね、すべてのホテルがポイント2倍なんですけども、一部のホテルだけポイント3倍がね、まあ、もらえるっていうふうになります。で、こちらのね、3倍の対象ホテルなんですけども、 こう,しいとね、こういった形になっておりまして、かなりね、大量にあります。で、せ、あの、世界全国のね、えー、対象のヒルトンホテルが一部ね、対象になってるっていうふうになりますんで、まあ、気になる方ってぜひね、チェックしていただければなと思うんですけれども、日本の対象ホテルだけね、ちょっと抜粋させていただきましたので、えー、これにね、載せておきます。ダブルツリーバイヒルトン、ナ、え、ハ、ー、那覇首里城、えー、ダブルツリーバイヒルトン、ナハ、えー、ヒルトン、成田シルトン、チャタン、瀬底宮古島、コンラット、大阪、えー、ヒルトン、大阪、ヒルトン、東京、コンラン ラット東京ヒルトン東京お台場ヒルトン東京ベイっていう風になりますんでまあ、ここら辺がね今回のポイント3倍の対象ホテルって言った味になりますこれねどういった選出でまあ、こうなってるかね全然わかりませんのでまあ、ヒルトン広島であったりですねここら辺がね対象に入ってないまあ他にも入ってないとこねちょこちょこあると思うんですけどもまあこういった形になっておりますんでもしね国内で利用される方はですねぜひねこちらチェックしていただいて海外で利用される方はですねちょっとリストで買、ね かなり膨大なんですけども、こんなからですね、あるかどうかね、チェックね、していただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、今回のキャンペーンね、ポイント2倍になります、3倍になりますっていうね、今回のキャンペーンなんですけども、どのポイントが2倍、3倍になるのかっていう話なんですけども、これはベースポイントっていうのが、 2倍でね、付与されます。じゃあ、このベースポイントっていうのはどういうものなのかっていう話なんですけども、ヒルトンのね、ロイヤリティプログラムはですね、ヒルトンホテルに1ドルに対して10ベースポイントをね、もらえるって言った形になります。こちらがベースポイントっていうふうになりますんで、これが今回のキャンペーンで2倍になったりね、3倍になったりで、もらえるって言った形になります。 で、先日ね、ヒルトンタイペインね、止まりましたよね。その時のこちら、ポイントの詳細なんですけれども、一番上にですね、ダイヤモンドエリート100%ボーナスっていうのは1301ついてまして、今やっているキャンペーンポイントアンリミテッドで2000ポイントがついてますよね。で、ダイヤモンドマイウェイ特典で1000ポイントがついていて、ベースポイントが1301ポイントがね、 付与されておりますよねで、今回のね、あの、キャンペーンでもらえるポイントっていうのが、このベースポイントが2倍って言った形になります。ですので、まあ注意していただきたいのは、これね、全部足していただくと5602ポイント今回ね、稼げてるわけなんですけども、これがね、全部が全部2倍になるキャンペーンではございませんので、この点をね、本当に注意しといていただければなと思います。全部が全部のポイントはね、2倍になったり3倍になったりね、いたしませんので、まあたまにね、このヒルトンホテルポイントっていうのは、まあポイント 計算がねヒルトン成田とかねあの今もう治ってるかどうかわかんないですけどもあそこもねなんかポイント計算ねぶっ壊れてまして修行した時はね本当にめちゃくちゃポイントもらえたりいたしましたんでまあそういったこともありますんでねでこのねあのヒルトンのベースポイントで、ね、どうやって計算したらねわかりやすいかっていう話なんですけれども一応計算式はねあるんですけども計算するのねめんどくさいので私のねライン公式アカウントですね自動計算ツールね提供しておりましてそれがねこちらになるわけなんですけど ヒルトンホテルのポイント、まあ、マリオットもねこれバージョンあるんですけどもやはりね分かりづらいっていうのとあの計算してるのねめんどくさいっていうのがありますのでこちらねお湯のねカードとかねこういった感じでステータスとかね選んでいただいてあとはね宿泊料金とか入れていただければ全部ね自動計算で出していただけるねツールを作りましたのでこちらぜひ、ね、活用していただければなと思います。 こちらねあの項目に沿って、ね、入れていただくんですけどもどちらのえヒルトもマリオットもです、ね、この宿泊した料金を入力でこれがね税金サービス料ね除いた料金を記載しなきゃいけなかったりしますので、まあ、この点は注意していただければなと思うんですけども、まあ、仮にね 宿泊料金がね、1万円で、まあ今のドイレンの円とートはまあ150円ぐらいにして、えー、今144円ぐらいだと思うんですけども、まあ150円に借にしてね、で実際に払った金額がまあ1万5千円ぐらいに。 しておきますと、まあ、これがね、ベースポイントっていう感じでね、出てくるっていうふうになりますんで、まあ、もしね、まあ、こういった感じでね、あの、レートとかがね、なっていれば、このベースポイントはね、もらえるっていう感じで、もう自動でね、あの、パパッと出てくるっていうふうになりますんで、まあ、気になる方はですね、こちらね、活用していただければなと思います。特にね、この2つのカードをね、持っている方はね、あの、ポイント計算ね、よくわかんないかななんていうふうに思いますので、ぜひね、あの、LINE 公式アカウントね登録していただければ、こちらね、使うことできるようにしております。 のでぜひね利用していただければなと思います。ということで今回ですねヒルトンホテルの規約変更解説とえ新キャンペーンね解説させていただいたわけなんですけども、まあ、ヒルトンホテルはですね本当にね抜け目なくずっとねキャンペーンやっておりますんで今やっているキャンペーンねポイント今はに 一2で二千ポイントだと思うんですけども、本当にね、ずっとやってくれるんでありがたいですよね。だからこ、この前のね、ヒルトン審判ってあの、台湾のホテルね、だいたい二万円ぐらいしか払ってないんですけども、まあ、先ほどみあの、ご覧いただいた通りね、六千、五千六百ぐらいのね、ポイントいただけてるっていうふうになりますんで、まあ、非常にありがたいですよね。まあ、ヒルトンホテルはね、あの、ポイント自体が一ポイント一円でね、まあ、なかなか使うことはね、できないんですけども、まあ、二万円支払って、五千五百、六 逆かポイントもらえてるっていう風になりますんでそう考えればねかなりありがたいですよねぜひねこのキャンペーン、ね、エントリーが必須になっておりますんでぜひ、ね、エントリー忘れずにえ利用ねしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ